夜も深い時間、俺はふと目が覚めてしまった。横を見ると、一緒の布団で寝ていた心がいなかった。どこに行ったのだろう。寝れなくて、外の風に当たりに行ったのか、それともトイレか。俺もトイレに行きたくなってきた。立ち上がり部屋を出る。トイレの水は流れないので、外に掘った穴を簡易トイレにしている。俺は家の外に出た。すると屋根の上に何かが見えた気がした。溶ける、ん?よく見えない。とりあえずトイレを済ませることにした。トイレを済ませ、玄関の方に戻ってきてもな、まだ屋根の上に何かはいた。今は暗闇に目が慣れてきてるから、少し目を凝らせば見えるはずだ。じっと見つめてみる。見つめたらそれが何か分かった。行くぜー来たーよーあの黒い化け物だ生きていたのか。それともこの前倒したやつは別の個体か。いや、それはいい。よくはないが、今それは重要ではなかった。その化け物と話しているように見える人物がいたんだ。それは、それが、心だった。なんでだ?意味がわからない。そんなバカな?襲われているようにはとても見えない。笑みを浮かべて、下着しげに話しているようにしか見えない。どういいように見ようとしてもそういう風にしか見えない。まさか、まさかだけどもさ。そんなこと、ありえないけどさ。ココナはもしかして、俺を騙していたのか。優しくするふりをして、味方のふりをして、実は敵だったのか。今までのこと、全部嘘だったのか。そんな、俺と一緒に寝ることを喜んで、あんなに優しくて意地悪しい笑みを見せてくれるココナがそんなことするわけが。でも今、化け物に見せている笑みと、俺に見せてくれてもいいよ。本当に別物か?同じなんじゃないのか?それを信じるに値するのか?いや、違うはずだ。俺に見せてくれた笑みこそが真実だ。事実だ。絶対そうなんだ。そのはずなんだ。そうだって言ってるだろ!いやだ。心はそんなんじゃない。そんなんじゃないはずなんだ。でも、化け物と敵対してるように見えないのも確かだ。敵対してないなら化け物味方なのか。化け物味方ならここは俺の敵なのか。いや違う。でもどうして脳が理解を拒む。どうしてどうしてどうして。タケルは狂わされている。タケルを狂わせている。タケルは狂わされた。タケルは試されている。タケルを試している。タケルに試練を与えている。何者かは見ている。何者かは観察している。何者かはずっと見ている。まだ終わってないのいない。ヒロイン守って敵を倒してハッピーエンド。そんな終わりになるなってくれなかった。畜生。ふざけるな。俺はこの光景をどう捉えればいいんだ。どう捉えたいんだ。俺は、あ!じゃあちょっとセーブするか。じゃあ、ココノを信じたい。行きます!ココノは信じるべきだ!寝ていた部屋に戻って布団に入る。ああ、なるほど。何も見なかったことにするのか。どうしてココノがあの化け物と話していたんだ。ココノは敵なのか。そんなこと思いたくない。そんなわけがないだろう。俺を救ってくれた優しい女の子なんだ。ココノが敵なわけがない。でも、何度も思ったように、あの化け物とココノが話していたのは事実で、ココノと化け物が敵対したように見えなかったのも事実だ。もしかして、ココノが、世界をこんな風にした元凶なのか、世界を滅ぼした存在なのか、そんな考えが、
頭を支配しそうになる。飛躍した考えが頭を侵食する。ココノは世界を滅ぼした敵なのかもしれない。俺はそれでもそんなわけがないと言いたいよ。ココノ、好きな女の子を信じたいんだ。信じさせろよ。あれ、いつも通りいるんだ。でも何事もなかったからに、次の日の朝食時、今日も俺はココの手料理を食べる。素直に美味しいと思えばいいのか、敵の出したものなんで食えるかと言えばいいのか、わからない。俺は夜通し考えて一つの結論に達した。結局、対話しないと何もわからないという結論に。本人と話して意思疎通を図り、着地点を探す。それが最前提のはずだ。ごちそうさま、お粗末さまでした。俺は箸を置いて話を切り出す。ここの話があるんだ。話ですか？単刀直入言わせてもらう。はい？昨日の夜。はい。声が震える。舌が乾く。心臓が肺が弱ってうるさい。次の言葉をうまく舌に乗せられない。落ち着いてください、ちゃんと聞きますから。あ、ココノはこんな俺に優しく落ちてくれる。深呼吸をして心拍を落ち着けていく。はあ、よし、落ち着いた。ココノは待っていてくれる。ココノはさ、はい、昨日の夜さ、はい、あの黒い化け物と話していたいよな。言った。言えた。言ってしまった。俺の相談に疑問に疑いに、ココノは柔らかい微笑みで答える。そうなんですか？私は昨日の夜は寝てましたけど。俺は見たんだよ。夢であったのを実際に感じてしまったとかでは、ない。そう、なんですか。そうなんだよ。ココノは少し考えるように沈黙した。俺を黙って待った。やがて、ココノは微笑んで言うのだ。大丈夫ですよ。タケルさんが何を見ても何があっても、私はタケルさんの味方です。その、ココノの笑った顔が、おお！何これ？あなたは四つの終わりを認識しましたか？邪悪な黒い闇に見えてしまった。優しい微笑みは何者でもない。お、四つの終わりを認識しましたかって何？運命の選択肢ですね、これは。四つの終わりを認識しましたかっていうのは多分あれだな。すべてを見た後だな、多分。この二つのどっちかを押します。邪悪な黒い闇に見えてしまった。もうバイオレンスな気がするけどな。まずはこっち行きたい。優しい微笑みがある何者でもないんだ。え、違うだろ。お前は本当にそうなのか。それが人間の真実か。違うだろ。醜く愚かな人間、その代表者かけるよ。人間はそんな選択できないだろう。できないだろう、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 できないだろう。人間風情が、全部だ。愚かな人間が光の選択を選べるはずがない。滅べ、死ね、立場をわきまえろ人間。その選択は違うだろう。ええー、なになに急に。人間は滅びるべきだ。死ぬべきだ。醜く愚かな人間は、闇の認識しかできないのだから。光などおこがましい。死ね。死ね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 、バイオレンスや。人類は悪だ。人類は正しくも善でもない。理想を語るな。偽るな。
クソゴミ下等生物、人類は滅びるべきだ。神の意志に従え人類。じゃあこっちだな、こっち行ってみるか。邪悪な黒い闇に見えてしまった。ほい、神が滅ぼし再び作り変えようとしてる今の世界では、そう認識したならばそれが事実になる。本当にしたならば。その意味は本気の邪悪な意味だ。笑みと認識していいかすらわからないほどの邪悪だ。ココノは敵。ココノは世界を滅ぼした存在。剥奪な神みたいな存在なんだ。この時点でその認識が現実として確定されない。ココノはとても優しいだけの女の子だ。ココの姿は世界が滅んだと同時に神に美しく作り変えられていた。神にそう認識されるように神に作られていた。彼がどう行動し認識するかを神が試すためだけに。美少女が裏切ったと認識した場合どのような行動を取るかを観察するためだけに。そんな美しいことを決定つけられた女の子、それだけの、何の罪もない女の子だ。ただの、悲劇の少女でしかない。思えば都合が良すぎたんだ。こんな状況で、優しくて可愛い女の子なんて、現れてくれるわけがなかったんだ。俺に、優しさを向けてくれるこの女の子は嘘だったんだ。ここのは敵だった。悪魔だった。俺は騙されていたのか。俺は化け物に騙されていたんだ。爪を噛んだ。ガジガジと怒りと悲しみと憎しみで噛んだ。タケルさん大丈夫ですか？目が血走っています。心配そうな顔をしている。俺を騙そうとそんな顔をしている。どうして、なんで俺を救ってくれたのに。許さない。どうして俺にそんなことするんだ。キャッ、俺を裏切ったクソ女を突き飛ばすと奴は無様に尻餅をつく。変わっちまったんだ認識が。タケルさん何を。化け物が俺の家族を殺しやがって。タケルさん正気に戻ってください。うるさい悪魔め。え、ナイフ。タケルさん、化け物を打ち倒し馬乗りになる。ナイフを振り上げる。振り下ろす。化け物の胸に深蓋を刺さった。ナイフを抜き、もう一度振り上げ、振り下ろす。あ、た、すけ、さ、うるさいんだよ。もう一度刺す。化け物はもう喋らなくなった。念入りに何度もナイフで刺した。化け物を完全に倒した。うわあ！化け物は赤い血を流してもう動きはしない。やった。人類の勝利だ。でも、悪魔も血が赤いんだな。なんで、人間と同じで赤いんだろうな。彼は一人になった。自分から幸せを破壊したのだ。勝手に違いし思い込み、悪く認識し狂気に陥り自分から救いを手放した。彼は愚かだ。彼はかわいそうな奴だ。彼は悲しい存在だ。彼は、真実を知らないくせに涙を流していた。え？なに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 、これ終わりなの？これ終わり、一つの終わりなの？これは。
深い。もうどういうさ、あのことにもなる。なんか、心の立ち位置がどこにでもなる。これは。選択肢によって心が何とでもなるじゃん。っていうことは、あと、あれか？闇の認識って言ってて、光の認識って言ってたやつか。その二つをやればいいのか？四つの終わりってのは。じゃあ、そっち行くか。壁の傍らで、私やお前に一言話そう。私の言うことを聞きなさい。私の教えに耳を傾けなさい。我々の、により、大洪水が聖地を洗い流すだろう。人類の種を絶やすために。これが神々の集会の決定であり、宣言である。ノアへと告げた神の言葉。なるほど。あのね、まずとりあえず言えるのは、何一つやったねっていうことではないことだ。ここのを信じたいとここのを疑わしいの選択肢まで戻ってまいりまして、四つの終わりを認識しましたかの多分分岐条件ここだと思うんで、ここを疑わしいにします。疑わしいって言うとどうなるんだろう。あれ？ここは変わんないのか？もうわからない。何を信じたらいいのか。何をすればいいのか。もう何も。あ、でもちょっと違うな。それでも頭は自然と考え、精神は苦しみの沼に沈んでいく。頭を抱える。考える。考えた。考えている。頭をかきむしる。唇を噛み切る。ココナは本当に俺の味方なのか？どうする？何を信じる？うすうす気づいている。ココナがこの状況を作り出した元凶だと。世界が滅んだ元凶だと。この考え飛躍してるだろうか？いや。俺がこの滅んだ世界であったのは心と化け物だけだ。世界をこんな風にしたものがどっかにいるはずなんだ。自然現象でこんなことになるとは思えない。なら、俺が会った二人、いや、一人と一体が、その元凶だったとしてもおかしくない。いくら歩いてもそれ以外の存在を見つけられなかったのだから、可能性は否定できない。この考えが、飛躍してるとは思えない。ココノは世界を滅ぼしたのか。けれど、俺がすがれる相手はココノだけだ。けれど、世界を滅ぼしたのはココノだと言うならば、俺の大切な家族を殺したのもココノだ。どうする？ココノを信じて落ちるのか、正義を信じて世界を滅ぼした敵に対抗するのか。対抗するというか、ココノを倒すのか、ココノを殺すのか。もう殺したい。殺したぞ。それが俺にできるのか。倒してした方法は。畜生。畜生。なんで俺がこんなこと考えなければならないんだ。楽しく過ごしてたのに。どうしてこんなことに。本当に。どうすればいいんだよ。夜はよどんで、虚しく時間だけが過ぎていった。あ、次の日の朝食時。あ、で、ここになるのか。一つに、で、これで変わるんだね。じゃあ行きます。あー！二つしかない！ここにない！信じるって選択肢がない！なるほどね。二つしかないわ。わかりやすく二つしかないじゃねえかよ。じゃあまあこれもセーブしとくか。邪悪な黒い闇に見えた。これがどうなるんだ？うわー、怖っ！その意味は本気の邪悪な闇だ。邪悪だ。心の敵。この時点でその認識は確実、現実として確定された。なあ、ココノ。何ですか？愚かに人類の生き残り。ココノは邪悪を隠すこともなく答えてきた。奥歯を食いしばる。俺は、また化け物かと、が来たらと、とてでリバルバ賢者を手にする。
やっぱり、みんなを殺した君を許せそうにない。銃口をココノに向けた。そうですか。そうなんだよ。ではどうしますか？殺すよ。そうですか。人類最後の戦いが始まった。ココノは今は本当に神の一人だ。だから強い。俺は引き金を引いた。ココナはいつも持っている不思議な槍のような杖。神の杖に防がれる。杖が槍となって俺に向かって突き刺される。避けようとして逃げけず、脇腹を槍の先でかっさらいながら撃つ。よろけながら撃ったから、こちらの攻撃もココナは頭をかすだけに終わった。脇腹から血が流れる。ココナも後頭部から血を流している。その血の色は青色だった。ココの瞳の色と同じ綺麗な青色だった。ああ、倒せる。血を流してるなら倒せる。たとえ世界を滅ぼした存在だとしても今は違うのだろう。このココのを物理的に殺せば倒せるのだろう。世界を滅ぼせるほどの力をそう何度も出せるとは思えない。世界は認識だ。俺が殺せると認識すれば殺せる。銃を撃とうと構えた。槍が振られる。槍に弾かれ、銃は遠くへ飛んでいってしまった。武器がなければ敵は倒せない。俺はただの一手で追い詰められていた。だが前へ、俺は身一つで前へ踏み込んだ。ここで前へ進めなければ勝てなければ何にもならない。当然槍にドテッパラを突かれた。内臓が潰れ、血液がなくなっていく。命がなくなっていく。それがどうした？え？あ、来た！で、ナイフなんだ。ここで、驚愕に顔を染める。俺は用心深いんだよ。こんな世界が終わった状況でいつ襲われるかもわからない。だから警察署に武器を探しに行ってから、ずっとナイフを隠し持っていた。ココナはその時俺を見ていなかった。俺も特に伝えていなかった。ココナの首に刃を突き立てる。これは二つの不意打ちの一撃だ。一つは、自分の命を捨ててまで突っ込んでくるはずはないという思考をついた不意打ち。そして二つ目は、ナイフを隠していたことを知らないという情報アドバンテージだ。不意打ちは戦闘によって最強レベルの一手なんだよ。ゲームでは負け続けたけど、今回は俺の勝ちだな。楽しかった日々を思い出す。もう意味はない。ココロは首から血を噴水のように溢れさせ、仰向けに倒れる。倒した。殺した。俺はココノを殺した。大切な家族の敵を取ったんだ。そして俺を救ってくれた女の子を殺したんだ。俺は槍に貫かれたまま、もうすぐ俺も死ぬ。しかしそれでもいい。どうでもいい。もう俺以外に人間はいないんだ。つまり子供が作れない。人類の未来はすでに途絶えているんだ。はっはっはっは。笑える。だから、俺が生き延びたとしても、一人でこの世界に取り残されるだけなんだ。人は一人では生きていけない。ここで終わろうが、ここだけ生き延びようが結果は変わらないんだ。何なんだろうな。どうして、こんなことになっちゃったんだろうな。ただ普通に生きていただけなのに、突然全てが終わってもう何もない。一時の救いは幻想だった。ココナはもういない。家族と人類の仇は取ったけど何の達成感もない。ただただ虚しい。死にたい。いや、もう死ぬのか。ならもう何でもいいや。意識が暗闇へと落ちていく。人類最後の意識はここで途絶えた。何のために生きてたんだろうな。あ、でこれで終わりなんだ。てかさ、ちょっとだけ一つ言っていいか。アルペジオ氏の素材に黒塗りはちょっとね。一回疑った後の優しい微笑みに見えたってどうなるんだろう。またあれ来んのかな。はい。え？神が滅ぼし、
再び作り変えようとしている今の世界では、そう認識してしまえば、それが事実になる。え？優しい微笑み見えた。見え！たかった！結局そうなるのか？ここの敵。え？これ、選択肢変わらないやつ？でも殺したくない。俺を救ってくれたんだぞ。そんな女子を殺せるかよ。たとえココノが非道な敵だったとしても、俺を救う気なんて最初からなくて、優しさも全部嘘だったとしても、それでも、それでもだ！いつの間にか目から涙が溢れていた。それは、大切な家族を殺した相手に、すがるしかない現実に対しての涙か。救われたから流れている涙か。俺には何もわからなかった。うわぁ、やめろ！近いんだよ！心に抱きしめられる。あ、取り込まれるように俺の体、心の中に溶けていく？なんでだ。どうでもいい。ココノは世界を滅ぼしたほどの存在だ。そういうものだと受け入れるしかない。俺は、ココノの、悪辣なる神の一部へと変えられていく。ココノと一体化していく。ココノと、一緒になる。俺は、君がたとえこの世界を滅ぼした存在としても、そばにいてほしいよ。だからこれでいい。いいんだ。俺はそれでいいんだよ。人類は敗北した。理不尽に潰され、最後の人類が理不尽と共に落ちていくことを選択したのだから。心の邪悪な意味だけが、朝の光にきらめいていた。なるほど。一番怖いエンディングあれなんじゃねえかな。まあもう一つ、じゃあこれで四つの割を認識したってことにはなるのかな。なんで、あそこの選択肢行きますか。たださ、バイオレンスの選択肢あるんだよね。怖いわ。さあ、じゃあ四つの終わりは確かに認識はしたね。これがどういうエンディングになるかだな。はい。え？これで、はいといいえがあるの？はいといいえ。まあ、認識はしたんだけど、嘘ついてみるか。いいえ！滅び人類！すいませんでした。じゃあ、はい、行きまーす。ココノは、え？優しく笑ってくれている。それでも、ココノは敵ではないの、敵では、なのではないか。そんな考えが、どす黒い噴水のように溢れてくる。疑いが、疑いそうになって。ココノに詰め寄る。肩を掴む。ココノ、君は、どうしたんですか？辛そうです。どこか痛いんですか？俺は、頭が痛む。俺は彼女を。で、ここにこうなるのか。ココノは本気で心配そうだ。俺が極限状態で幻覚を見てしまったと思い、優しく助けようとしてくれるんだろう。彼女は俺を救ってくれた。助けてくれた。だろうに疑ってどうする。俺は、本当のことを言ってしまえば、ココノを最初から、全く疑っていなかったわけではない。ただその思いは、考えた瞬間、極端に、急須になり、認識できなかっただけだ。心の優しさが不自然だから疑わしい。そんな風に心の奥底では思っていた。だけど、優しくする必要がないくらい優しくしてくれる人、イコール、疑うべき敵であんたに理屈、馬鹿らしい。今は、心の奥底から正直にそう思える。詐欺師は、優しさが人に好かれることを知ってるから悪用するんだ。だから、優しくすること自体は悪いことじゃない。ココノは、ただの優しい女の子だ。その優しい人を信じたいと思うことは、絶対に間違っちゃいないんだ。
俺は信じる。信じるんだ。頭が痛くて、感覚が苦しい。すべての感覚は、苦痛に襲われている。ああ、思考にノイズが荒れ狂う。認識に悪が救う。苦しい。辛い。痛い。逃げ出したい。楽な方へ。楽な認識に身を任せたい。心は敵だという認識へ。認識が狂わされようとしている。何者かに。人類を舐め腐った舐め何者かに。人類を舐めるな。人間を舐めるな。勝手に上から決めてるんじゃねえ。何かが大きく転換する。物理的ではない。世界が打ち砕かれる音。俺は何者かの攻撃を心を強く持ってねじ伏せた。俺は信じることを選び取りたい。選び取りたいんだ。それを俺は今から現実にする。俺は選び取った。優しさを、光を、心の光を信じる心を貫いてやるんだ。ここのは俺の大切な人のうちにもう入ってるんだ。大切だった家族だけじゃない。新しく大切な人ができたんだ。信じるにはそれだけでいい。ここの、タケルさん。ここのが慈しむように抱きしめてきた。抱きしめられると頭の痛みがふっと消えた。俺は彼女を信じることができたんだ。認識は、ココノを心優しい少女のままに留めることで確定した。これは事実だ。紛れもない現実だ。実現された奇跡の現実だ。何か起こってるかよくわかりませんけど、タケルさんは今何かに勝ったんですよね。ああ、多分な。おめでとうございます。タケルさんは強いですね。そうかな。そうですよ。最強です。これからも、俺といてくれるか。はい。ずっといますよ。人間はまだ、終わりじゃないよな。終わりませんよ。私たち二人がいますから、いくらでもやり直せます。あ、俺は認識に勝利した。幸福な世界を手繰り寄せることに成功したんだ。ココの笑顔が眩しくて、心が温かくなる。世界は終わらない。人間は終わらない。俺たちで再興させるんだ。あー、いいエンディングだなー。いい話だなー。これはトゥルーエンドに行ったなー。なあ。トゥルーエンド行ったんだな。平和な世界線。登場人物の掘り下げをしないことによって、どんな方向にも持っていけるよね。普通の女の子としてやることもできるし、世界を破壊した存在っていうようにすることもできるんだもんな。あー、でも怖い選択肢ばっかり選んでるとね、産地確かに削られるね、これは。いやー、無事にね。ま、これが多分トゥルーエンドかな。もう一つ多分エンドあると思うんですけど、多分それやって終わりっすね。いやー、ありがとうございました。いやー、だいぶね、ずっと読み申してたな。1時間半ずっと読み申してたことになるんだけど。いや、でも楽しかった。思いで奇跡を起こせるなんて、陳腐なのだろう。でも、それが本当に起こってくれるのなら、どれだけ歓迎すべき奇跡だろうか。どれだけ幸せなことだろうか。じゃあ信じられないって言うとどうなるんだ。いきます、ポチッ。え、あ、あー、信じたいのに、心、いや、でも俺は本当に信じたいのか。
信じたいはずだ。信じられないはずだ。わからない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 。俺は信じたくて信じられない。信じられない。本当に信じられない。俺はなんだ。ここで、頭痛い。頭痛い。痛い。あ、頭が破裂した。俺はもう誰だ。心って、なんだ？あっさり。